はい、こんにちは、ライムです。今回の動画は初心者必見、星2の武器と星3の武器どうやって扱うのが正解、徹底解説していきたいと思います。はい、ということでですね、皆さんニーヤやっていく中でですね、最高レアリティである星4の武器をね求めてガチャしていくっていうことは当然なんですけど、自然とボックスにですね星2武器と星3武器が溜まっていきますよね。皆さん普段今のところどういう扱いをしていますか。今回の動画についてはですね、この星2武器と星3の武器について最も効率のいい使い方、まあ使用方法だったり、まあ使い方だよね、どういうふうなことをすればまあ一番その効率よくねゲームを進めることができるのかというところをお話ししていきたいなと思います。まずですね、星2武器、星2の武器についてお話ししようかなと思いますが、まず星2に関しては武器性能自体が圧倒的に弱くてですね、星3武器と比べてもある程度手に入りやすいものでもありますので、星2については強化する必要が全くありません。それではじゃあ星2はどうするかと、何のために存在してるのかっていう話なんですけど、星2の武器についてはですね、すべて売却で OK。 こちらの一覧売却っていう画面開いてもらってですね、まあ、武器のタブを開くとこんな感じで表示されるので、レアリティ星2以下のところ、こういったものに関してはね、すべて売ってしまって OK なので、はい。この右上のこの売却切り替えってところを押せば、こんな感じでタップするだけで売却する武器がね、選べますので、これで一気に売却しちゃいましょう。で、例えばこんな感じで今10本選びましたけど、この星2武器を売ります。そうするとどうなるかっていうと、左下にね、まあ、ゴールドとは別に、もう一つね、アイコン見えると思うんですけど、これメダルなんですよね。メダルが500獲得できます。10本で。10本売却することによってね。これ売却します。はい。で、このコイン、どこで使うかっていうと、ショップ画面今度開いてください。そうするとこんな感じで3つ選択肢出るんですけど、この一番下の交換所で、メダル交換所に行きます。そうするとこういった画面が出てくるんで、ここから自分がね今まで入手したメダルとここに並んでるラインナップの何かを交換できるということなんですけど、このメダル交換所にある、まあ、特に上に4つ並んでるものがかなり重要で、まあ、僕はもうすでに1個売り切れまで買ってしまったんですけど、交換かこの探索チケットとスタミナ回復薬ショーだね。これすごく重要ですよね。この前の動画で、スタミナ入手方法、スタミナの回復方法まとめっていう動画を出したんですけど、まあ、そこでもちょっと触れたんですけど、そのスタミナを回復する上でね、この探索チケットだったり、スタミナ回復薬ショーはすごく大事だよっていう話をしたんですけど、それが星2武器をね、売っていくことによって、まあ割と簡単に手に入れることができます。で、これ毎月更新なので、探索チケットであれば毎月10枚、スタミナ回復薬ショーであれば500個まで交換できるという内容になってます。で、さらにですね、他にもこの左上星4確定のプレミアムガチャチケットというものが手に入ったり、それからプレミアムガチャチケット、これ単発ですね、単発の、まあ、ガチャが引けるチケットが手に入ったり、それからスタミナ回復薬中が手に入ったりということで、まあ普段じゃね、なかなか手に入れられないようなアイテムも並んでいるので、星2武器はね、必ず売却してこういったメダルに交換するのが一番効率がいいというか、ゲームをしていく上でね一番有利なことになってきますので、うん、星2武器についてはね、もうこのためメダル交換所のために存在しているんじゃないかなって思ってますね。うん。戦闘力としては当てにならないのでね。はい。ここはね、ぜひ活用してみてください。はい。そして、星3武器についてですね。星3武器については、基本的には、
星4武器がやっぱり一番強いので、なかなかね、星3武器を使うってこと、星4武器が揃っている方であれば星3武器をあえて使うっていう場面は正直ないんですけど、ただみんながみんながね星4武器すべて揃ってるとかそういうことはないと思うので、しかもこのゲームって結構その敵の弱点をつくっていうことが重要なんですよね。弱点相性がすごく大事なゲームになってくるので、その上でさらに各キャラごとにね属性5属性ある中は全ての武器星4武器を集めていくっていうのは相当大変なことなので、本当にガチガチに課金している方以外はねそうそう集まらないのが普通なので、そういった場合どうするかと、例えば敵がね、火属性の敵で、まあ水属性弱点の武器を使いたいんだけど星4武器がない、星4の水属性の武器持ってない、じゃあどうするか、星3武器で代用すればいいんですよ。これ実はガチガチに強化した星4武器使うよりもレベル1の星3武器で戦った方が戦いやすいというかっていう場面は普通にあるんですよこのゲーム。まさに試しにちょっとやってみようかなと思うんだけど、まあ、百聞一見にしかずだよね。例えばこの、メインクエストのハードのクエスト10やってみましょう。これまさに敵が火属性で水属性弱点の敵が出るところなんですけど、今わざと戦力を落としました。推奨戦闘力が、4万2000で、こちらの総戦力3万6925なんで、まあ、約5000か、ごめん、約5000低いという状況なんですよね。この状態ですけど、今もう右の画面見て分かる通りですね、すべてのキャラ、今僕がパーティーに入れてるすべてのキャラが星3のレベル1の武器を装備しているという状況です。この状態で本当に勝てるのかというところなんですよ。はい、ということで実際にやってみましょう。失敗したたまにこれあるよね、ボタンが小さくてタップを失敗するっていうね。これ実際本当に星3武器のレベル1ですからね、メイン武器は。まあやっぱ星3武器でも弱点取りつつね、さらに敵の攻撃も軽減してくれるので、やっぱこの効果がすごく大きいんだよね。戦力以上の効果があるというイメージですよね、弱点武器を装備することによって攻守ともに効果があるというところが、まあ他のゲームとちょっと違うところかな。もうメイン武器に属性がついてるだけで、もうその属性になるっていう感じですよね。はい、まあこんな感じでですね、オートでもキャラスキル等も使わずとも、こんな感じで戦力5000あろうが普通になんなく勝ててしまうということなんですよね。なんでこれ、まあどこのクエストについてもですね関係はないです。とりあえず同じようなことができます。これ今回その戦力ね合わせやすい、ここでちょっと試しにやってみたというだけで、他のまあダンジョンであったり他のクエストにおいても基本的にはこの戦力が5000ぐらい違ったとしても、弱点の武器さえ持たせてあげれば星3武器でもね十分に活躍してくれます。なので皆さんにぜひね試してみてほしいなと思うのは、弱点武器、星4武器で弱点つけるような、武器を持っていなかったとしても星3で弱点がつける武器をあれば、それをねメインに装備してほしいなと思います。はい、そうすれば僕と先ほどのねような感じで全く同じようなことができるのでね、ぜひこれは星3武器であろうが
まあ、売らない方がいいですね。まあ、これが例えばね、星4武器で、すでに、同じ属性の武器持ってますよっていう方であれば、そういったね、星3武器はもう売ってしまってもいいと思うんですけど、少なくとも星4で同じ属性の武器が手に入るまでは、ボックスには残しておいた方がいいのかなっていうところです。はい。これを覚えるだけでもだいぶこのゲームやりやすくなると思いますのでね、ぜひ今日から参考にしてやってみてください。といったところで今回ではここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。